おはようございます。弁護士の北川です。よろしくお願いいたします。さあ9月の25日緊急的なニュース解説させていただきたいなと思います。試行錯誤しながら頑張っていきます。よろしくお願いいたします。さていつもと違う時間帯に動画をアップロードしてます。お笑いコンビ A マッソがライブ中にですねダイバーシティについて配慮を欠く発言を行ったとして所属事務所を通じて謝罪声明を発表したということです。もうこれ簡単に言ってしまうとですねテニスの大坂なおみ選手の肌の色をちょっと揶揄するようなネタをしたらしいんですね。さてこれが法的にどう評価されるかというのをお話しさせていただければなと思います。もちろん A マッソさんたちがその侮辱的なね意図でやってることはまずないと思いますけれども、これが万が一ねそういった気持ちも入ってるようなことがあればという前提でお話をさせてください。もちろんそんなことないと思うんですけども、あることが前提でちょっとどういうふうな法的な評価になるのかっていうのを解説させていただきます。さてまず一つ目は刑事責任ですね。刑法では230条の侮辱罪というのが、検討の余地はあるんじゃないかなと思います。事実を適時しなくても公然と人を侮辱した者は拘留または科料に処すると書いてあります。もちろんですねこの侮辱罪この犯罪行為やるっていうのはその犯罪行為をしてやろうという気持ち意思が必要ですので、A マッソさんその気持ちはないと思いますので、現実的にはこの犯罪が成立する可能性はないと思うんですけども、あくまで勉強のために説明させていただきます。侮辱というのは他人の人格に対する単なる軽蔑の価値判断を表示することと定義されています。肌の色を揶揄するのはこの侮辱に該当するんじゃないかなと思います。他方で刑法の35条というのがあるんですね。正当行為という条文があります。刑法35条、法令または正当な業務による行為は罰しないということですね。よく考えられるのがボクシングですね。ボクシング殴り合いですよね。これって傷害罪に該当するんだけど、これはあくまでその仕事と言っちゃいます。仕事としてやってるじゃないですか。なのでこれは傷害罪に当たる行為をやってるんだけども処罰されないよってことなんですね。じゃあ今回お笑いのネタとして披露したのがこれ正当業務に当たるのかどうか、それが範囲を超えたものなのかどうかっていうのは検討の余地があるんじゃないかなと思います。もちろんねどういうネタを選ぶのかっていうのはその人のセンスなので、これがもう全部ねネタにしてれば OK なのかっていうとそういうことはないと思いますけどね。これは検討の余地があると思います。以上今回の件で刑事責任についてお話しさせていただきました。民事責任慰謝料の件に関しては別の動画でちょっと解説しようかなと思います。さあ慰謝料の金額どれぐらいになるのかっていうのをですね、裁判例が肌の色を揶揄するような形の裁判例が1個あったんですよね。それをちょっと解説してみたいなと思います。別の動画でチェックしてみてください。本日のおさらいでございます。 A マッソさんの一連の件ですね、検討すべき刑事責任は侮辱罪が一つあるんじゃないかなと思います。もちろん犯罪行為というのはその犯罪行為をやってるよという意思が必要ですので、それはないと思いますけども、百歩譲って他人の人格をね軽蔑してやろうという意思があるんだとしたらこれは検討の余地があると思います。他方でお笑いのネタとして仕事としてやってる場合は正当業務行為に当たるかというのを検討しなきゃいけません。正当業務行為に当たる場合には違法性がなくなる無罪になるという条文があります。これも知識として入れておきましょう。以上となっております。勉強になったって方いましたらいいねボタン、チャンネル登録、あとお友達にシェアしていただけると嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。ちなみに民事責任編は数時間後にアップロードしたいなと思います。その日でもよろしくお願いいたします。そちらも参照してください。This program is supported by Cage Terror Canada.